中日、日ハム、電撃トレード。はい。いやー、急遽ですよ、これ回してますよ。ね。今緊急で動画回してるんですけどって言いたかったセリフ言わなかったねそれ今さ言おうと思ってたのになんか声張っちゃったわいや郡司と山本が日ハムに行くということで、はい、そうですね。日ハムから斉藤と宇佐美が来るんですけど、はい、すごいね。昨日試合終わって今日発表っていう。そうよそうよ。タイムリーよね。どうすか。いや私はね、はい、俺はいいと思ったけどね。あ、そうですか、うん、その理由はなんか郡司もパッとしなかったしあれ紙一重で悪口よそれからのいや郡司むちゃくちゃ期待してたんだけど、はいはいはい、でバッティングが良くてキャッチャーで、はいはいはい、次の谷重かみたいな、うん、期待はしてたんですけど、うんうんうん、なんかすごかったんですよね。大学出てそう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 、なんかね微妙でね、バッティング生かすために外野とかやってたんだけど、うんうん、なんか一軍の試合出ても花咲かず、うんうん、このままいてもなみたいな時に石橋が入ってきたり。そうですね、だって木下が怪我した時ぐらいに郡司さんが降りて登録抹消されてみたいな感じでしたよね。そう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 、そんなチャンスももらってないし、うん、確かにチャンスをもらってないなみたいなのは、そのまだ私2年目じゃないですか、ファン歴、うん、だからあの郡司さんが出てる試合をあんまり見てないんですよ。1回ぐらいしかそのやってないじゃないですか。で基本木下さんがやってるから、で木下さんが怪我して郡司さん来るかなと思ったら石橋さんだったから、なんかそのあんまり私は試合を見れてないんですよね、うんうんうん、なんでイメージがそう、だからチャンスもらえてないんだろうなみたいなイメージはありましたけど。二軍といって二軍で無双状態かといったらそうでもない。あ、何年目ぐらいなんですか。4年目です。4年目でしょ、はい、うん、慶応大からですね、うん、でまあ宇佐美が入ってくるんで、うん、左のホームラン打てるバッターなんで、うわ、経験値もあり、一時期なんか WBC とか選ばれたんじゃないかな。え、そんなにすごいのぐらい。宇佐美さん、あれ宇佐美さんは奥さんがももクロってことですか。そうそうそう、ももクロ大好きでぐらいの、それでしか話題にならなかった最近あ、でもすごい人だった。いや、うん、30歳ぐらいだし、うんうんうん、脂が乗ってて経験があるってことですね。いいと思いますよ。なるほどなるほど。で山本ですよ。山本さんは私なんか今年一回出てボコボコに手入れられてましたよね。気合が入っててちっちゃくて、うん、イケイケでいいピッチャーだったんですけど、あ、なんかそうイケイケな顔だなっていうのは思ったかも。いいじゃん、中継ぎエースになるじゃんって思って、うんうん、2試合3試合ぐらいいいんだけど4試合目とかで、うん、なんかいつも打たれるんだよね。なんなんだろう、なんか精神的に弱いのか、イケイケな感じしますけどね。イケイケで気が強そうな感じなんだけど、うん、感じするするする。その山本も、はい、郡司さんと、はい、行き斉藤っていう左ピッチャーが入ってくるんで、はい、だからあれですよね、キャッチャーピッチャー、そう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 、ピッチャーってことですよね。そう、どうなんですか、珍しいんですか。珍しいですね。あ、そうなんだ。うん、シーズン中は珍しい。同じところの場所の人ってあんまないんだ。あんまない。キャッチャー特にないね。サインもバレるし。え、変わらんのサインって。いや変えると思うよ。でもそうだよね、バレちゃうから。あ、でもまあパリーグセリーグなんで、そこから来てるから別に、うん、戦うことはないじゃないのか。まあ日本シリーズ行けばね。このまま行くといかないけど今内定で話してたのがダメだったね、もうね、うん、でね、左ピッチャーが、はい、今結局 DeNA から来た石田、うん、石田だっけ、砂田、はい、砂田が半分こけたような感じなんで。あ、そう、最初の方ちょっと出てましたよね。で岡田が怪我で、はいはいはい、最近リハビリ始めていないんで、福しかいないから。うわー、そっか、右投げばっかりなのか。そう、橋本もいるけど、うん、今福が頑張ってるんで、まあ、そこにちょっと左、あ、斉藤さん左左あ左です。
中日にとって貴重な戦力となるであろう斉藤さん。貴重です、むちゃくちゃ貴重です。え、斉藤さんと宇佐美さんは一軍で今出てるんですか、二人とも。これがまたね、皮肉なことにより、はい、中日に去年までいた、はいはい、アリエルが今活躍しちゃってて、あ、ね、アリエル覚醒してたよね。宇佐美の出番がなくなったんで、ああーそうなんだ、出番がないから、で今の中日だったら宇佐美出番あると思うんで、お互いにとっていいトレード、いいこと、あー、うん、なるほどなるほど。あ、じゃあまああれか、今木下さんが骨折してるのもあるけど、このままトレードしたらもうすぐ宇佐美さんが出ると思うよ。すぐ一軍出ると思います、ね、なるんだ、うん、へー、それなんかまた全く変わりそうですね、新しい形になりそう、うん、ジャイアンツ戦で活躍してほしいですね。あ、そっか、ジャイアンツなのか、そっかそっかそっか。え、これって今日トレード決まりました、うん、もうまだあの選手、え、いつからあれするんですか、もう今日からとか移動してるってこと。いや、もうそうじゃない、だから奥さん結婚してたらびっくりだよ、ええー、みたいな、名古屋みたいな、確かに遠みたいな、子供の幼稚園とか小学校どうするのみたいな。いや、まあそうよね、球団移ったらやっぱそこの試合増えるから引っ越すよね、基本的には引っ越すよね。きついぜ子供は。まあいたらの話ですよね、うん、なるほどね。単身赴任なのか。え、これってさ急に決まるの。急に決まる。え、実は1ヶ月、いやいや急だと思う。あ、そうなんだ。多分このタッサンが、はい、あ、立浪のことタッサンって言ってるけど、タッサンが新庄に3連敗ボコボコにされて、はい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 、ちょっと宇佐美くすぶってたらくれよみたいな密約があったと思うよ。あ、じゃあ行かせますよみたいな、新庄立浪に崇拝してるから。あ、まあそうですよね。え、ってことは選手の意向はないの。ないよ、選手なんて道具ですからまあお仕事ですからね。そうですよ、エフェクターみたいな感じですから何かませるって言って、そう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 分かりにくい分かりにくい、それ音楽やってる人じゃないと今のは分かりにくい、この歪み飽きたなみたいなちょっと新しいの欲しいなってことね。そう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 。あ、そうなんだ。え、契約金が決まってるじゃないですか、うん、でもそれは中日にいる2人は中日が払って、日ハムは日ハムが払ってるじゃないですか。そう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 。でそこはもうその1年間それだから変わってもそのまんまなの、うん、だと思う。面白いね、この、うん、基本的にシーズン中にトレードって結構あることない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 んだ。ないないない。え、じゃあ結構その野球界隈ざわめいてる感じ今日のことは。いやー、まあ、まあ言い方悪いけどそんなに売れてる4人じゃないんで中日で言うなんか高橋周平とかあ、はい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 、ビシエドとか、はいはいはい、大島とか岡林とかだったらざわめくと思うけど、あ、まあそれは軍師と山本だったら多分あ、おーぐらいじゃない。あ、おーぐらいなんだ、うん、なるほどね。でもなんかあのアリエルさんとかもそうだし京田さんとかもそうだけど、結構その覚醒したり一軍に今出てたりするじゃないですか、うん、だからトレードして環境がガラッと変わるから、うん、これでね、今中日でそんな出れてないよりもめちゃくちゃ出れるようになったり覚醒したらいいですよね。いいと思いますよ。そっちの方がいいですよね、うん、選手にとっては、うん、いや本当に活躍してほしいですね、うん、頑張ってほしいですね本当に、はい、うん、このなんだっけ郡山さんと塚本さん郡司さんと山本さんです自分で書きましたよねあなたもうありがとうっていう感じですよ今まで、はい、ありがとうございました。まあ、そんな活躍してないけどね。いや、私まだちょっと2年目なんで、ちょっと言い訳タイムだと2年目なんで、そんなにその試合に出てるとこあんまり拝見してないんで、うんうん、その去年のマスターとかの方がショックだった ね、その出てた人を見て山本ちょいちょい見てると思うよ。あ、まあまあちょいちょい見てるよ。なんか広志とか福谷が1回で5、6点取られてボコボコになった試合の2回から6回まで投げたりするから、うん、山本そう考えると便利屋さん。そう考えると結構貴重な存在ですよね。そうでもさ育成で新しいの上がってきたりさ、はい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 、なんか馬が合わないとかあるんじゃない。それはちょっとなんかなんとも言えない難しいところですよね、人間界に。はい、はい、じゃあ応援しましょう。はい、ということで
緊急で動画を回しました。チャンネル登録よろしくね。